龍が久保は、新潟県中魚沼群津南町にある湧水、環境省、名水百選に選定されている。この地は、特別豪雪地帯に指定されており、水源は、日本の秘境百選秋山号の豪雪及び、苗場山や鳥鉱山南の山海の伏流水となり、信濃川の貸岸段宮に、多くの地下水が湧水しており、泉や溜池の水源となっている。 竜ガ・久保は、標高450メートル付近のし岸球地にあり、森林が多く自然環境が優れていることから名水、百千のほか、県指定の自然環境保全地域、長寿保護区に指定されている。水深1.5メートル、面積1万1900平方メートル、水量毎分30トン、日量4万3000トンの池の水が1日に1回、入れ替わる。水質は、 ミネラルの岩有量が適度に含まれ、高度が低い軟水である。水温は年間を通して摂氏7から8度と変化が少ない。その大量の地下水の流出を上水道、灌溉用水として利用している。周辺は落葉樹林や紅葉樹林に取り囲まれ東側にはブナの自然林が見られる。また、新潟県では少ないカワマスが生息している。 一帯は、鳥類の生息も多く、三十六種が確認され、鳥獣保護区となっている。古来より河川がなく水利用はすべてこの地域一帯の遊水群に頼っている。この竜が久保には、多くの昔話が存在し、これを守る二つの集落は、それぞれの神社を有し、毎年七月に祭礼を行っている、極めて神聖な池である。竜が久保の近隣には、 1996年4月にオープンした日帰り入浴施設、竜が、久保温泉竜神の館がある。津南町バス路線図。最寄りは、黄緑の路線の谷内公民館前となる。ありがとうございます。